こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は知らないと損、聞かせるの本当の意味とはについてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。聞かせる、聞いてるなどの言葉なんですけれども、トレーニング中などに、耳にすることも多いと思います。今日はこの聞かせるという言葉について私なりの見解をお話しさせていただきたいと思います。結論から言うと、聞かせるっていう意味を、私なりに考えると、狙った筋肉にしっかり負荷が与えられているかどうかということと、狙った筋肉をしっかり疲労させることができているかということになるのかなと思います。ですので、そうするとこの筋肥大のトレーニングにおいては、効かせることっていうのはやっぱ大前提にあると考えていて、そのために重要なことが正しいフォームで行うということが大切になってきます。筋トレをする中で筋肉に効かすという意識を持っていたとしても、それが実際こう正しく動いていないと、こう全くこう効かす意識っていうのは意味がなくなってくるわけなんですよ。例えば筋肉に対して十分な負荷を与えられているかどうかというところなんですけれども、これはですね、大胸筋を鍛えるベンチプレスを例にすると、鍛えたいところはこの大胸筋、胸の筋肉なので、100% に近くこの大胸筋に負荷を与えられていることができているのであれば、最も効かせれていると。それがですね、大胸筋を鍛えたいのに大胸筋の負荷が 40% 程度で、その他肩や腕など 60% 刺激がいってしまっているという場合は、十分に効かせることができていないっていう風な形になります。その他ですね、ベンチプレス以外でも効いていない、フォームの例でいくと、背中にしっかりと負荷を乗せたいのに腕ばっかり疲れてくるであったり、スクワットで足や、お尻を鍛えたいのに腰が疲れてくる、腹筋を鍛えたいのに腰がしんどくなると、こういうケースっていうのは、よくある例だと思います。効かせるために重要なのが、先ほども言った正しいフォームで行えてるかどうかっていうことを意識する、これが筋トレの動作中に最も重要だと思っています。ベンチプレスでまた例を挙げると、胸をね、こう効かそうと思ってトレーニングをしても、実際にこの胸を最大限に鍛えることができるフォームになってるかっていうことを動作中に意識するっていうことなんですけれども、例えば胸の張りですね、肩甲骨の位置であったり、こう肘の角度、下ろす位置、あとはグリップの握り方、しっかりと大胸筋に刺激を与えるフォーム、細かい点をですね、意識しながら、トレーニングを行うっていうのは、非常に効かすっていう点では重要になってくると思います。あとはですね、この効かすっていうことと重量、重たい重りを上げる、どちらを優先するべきかみたいな議論も、よくされるんですけれども、これも結論で言うと、両方大切だと思います。先ほども説明した通り、いくらね、重たいものを上げようとしても、狙った筋肉にしっかり負荷が与えることができていなければ、その重さっていうのは適正でない可能性があるということです。これは、神経系のトレーニング、パワーリフティングのようなトレーニングは別なんですけれども、あくまでも筋肥大を目的とするトレーニングであれば、狙った筋肉に負荷が与えることができていなければ、トレーニングの動作自体は効率が悪くなりますので、重量をですね、意識する場合はそういった点も重視していただければなと思います。効かない原因なんですけれども、これについていくつかポイントがあって、そもそも正しいフォームでできていない、もしくは正しい方も知らない可能性があるというところですね。これは、そのトレーニング方法をしっかり理解して、トレーナーなどに聞いてみたりしてですね、きっちり正しい方も理解するっていうことは重要になってきます。
それはまあ正しいフォームであっても筋肉の使い方や体の癖でしっかり負荷を与えられていないっていうケースであったり、正しいフォームでできていても途中でフォームが乱れてしまっているという可能性も考えられます。そういった時は正しいフォームで最後まで行える重量設定にしたり、そもそもですね、種目の選択を変えてみたりすることで筋肉に対して与えることができる負荷っていうのは変わってくると思います。ということで今日は効かすっていう意味について私なりにお話しさせていただきました。トレーニングの目的っていうのは人それぞれあると思います。私自身もですね、トレーニング指導するときに、お客様に効いてますかとかっていうふうなお声かけをすることはあるんですけれども、やっぱりしっかりとですね、トレーニングを行う際にその筋肉に対して負荷を与えられているかどうか、その筋肉を疲労させることができるかっていうことを重視して指導したり自分のトレーニングも行っていますので、皆さんもぜひ参考にしていただければなと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。